ここのパチ屋も閉店？俺の名前は下田。休日はパチンコを打つことが日課なんだけど、お気に入りの店が閉店に。泣く泣く他の店を探すしかない状態に陥っている。あ、下田、今日もうちに来たのか。あ、藤川、聞いてくれよ。ここのパチンコ店も閉店しちまって。新型ウイルスの影響でかなり業界自体がダメージを負ったからな。休業要請に従わないで店舗名公開された店もあったっけ。でもパチ屋は俺のオアシスなんだよ。なくなったら困る。俺は日頃の鬱憤をどこで晴らせばいいんだ。だったら商店街にいい店があるぞ。あそこなら絶対に潰れないだろう。マジで？そんな店が近所にあったなんて。レシオタイム。え、なにこのお化け屋敷。というか廃屋？パチンコのパの字も消えかかってるんだけど。大丈夫、現役で営業してるパチ屋だよ。中にはもう拝めないレアな台もあったりするぞ。なんだよそれ、パチ屋の骨董品かよ。うわー、店の中薄暗い。それになんか変な匂いもする。ついでにガラガラで静か。でもパチンコは打てるだろう。ほら打とうぜ。なあ、この店本当に平気なのか。なんかそばにあるトイレから匂ってくるんだけど。設備も古いものだからな、換気扇が壊れてるのかもな。え、直さないの。あ、弾が、なんかものすごい勢いで弾が転がってる。え、傾いてない？外見からして廃屋だけど、確実にこの店舗傾いてるよな。でも楽しめればそれでいいだろう。いや、地震が急に来たりしたらめっちゃ怖いんですが。というか耐震基準満たしてんのか。なあ、この店本当はヤバいんじゃないの。今にも潰れそうなんだけど。大丈夫だよ、周り見てみろよ。ん、なんか妙にお年寄りが多いな。パチ屋というより老人ホーム。こういう店は長くやっている分常連客も多いんだよ。だから最低限の売り上げは確保できるんだ。なるほど、それは盲点だった。経費削減のために台の入れ替えも少ないから、お気に入りの台もずっとある。それが常連の多い理由だな。店内がガラガラでも客が2割来ていればなんとかなるんだ。経営はギリギリだけどな。なるほど、その2割をあの常連さんたちが賄ってくれていると。そういうことだ。それにしてもホールスタッフの姿もないんだけど、ここってちゃんと社員いるの？ちゃんといるぜ、みんな表に出てこないだけだ。もしかしてそこもギリギリまで削ってる感じ？ああ、ギリギリどころか極限まで削ってる。あれ、台が動かない。すみません、誰かいませんか？へえ、あ、本当に出てきた。君、社員さん？いえ、アルバイトです。社員は店長と副店長だけっすね。え？それで店回るの？俺たちがいない間は店長と副店長で何とかしてますよ。それってお客いないとはいえ大変じゃない？そうか、やっぱりそんな感じなんだな。どうしたの藤川？ちょっと顔が怖いよ。俺も昔こんな感じのパチ屋に勤めてたことがあってさ。え、マジで？お前に出会う前だからもう10年以上前の話だ。あの頃俺はパチ屋の系列店で正社員として働いていた。そしてこんな感じのガラガラの店を任されたんだ。率直に言うとマジで地獄だった。勤務時間は24時間と言っても差し支えない。それって労働基準法平気なの？思いっきり違反してる。飯とかどうしてたんだよ。勤務の合間に書き込む、呼び出しがあったら飛んでいくって感じだな。休み時間すらないのか。人件費削減のためにバイトもギリギリの人数しか雇えなかったからな。そのしわ寄せが責任者に全部来る感じだ。恐るべきブラックな職場。まあ今はそこよりまともな会社に転職できたけどな。よく体壊さなかったな。ぶっちゃけそれで辞めたんだけど。ブラック企業怖い。でもそんな人を酷使してまでガラガラの店を維持する必要ってあるのか。企業側だってデメリットばっかりなんじゃ。それがそうでもないんだ。どういうこと？
まず税金対策だ。ぶっちゃけて言うと、黒字が出ていればその年払う税金は高くなるよな。まあそうだよな。でも赤字が出ている店があると話が違ってくる。赤字が出ている分、黒字の利益を相殺できるんだよ。なんちゅう錬金術。それであえて赤字の店を閉めない企業もある。つーか俺が勤めてたところがそうだった。あと信頼の交換も自分たちでやる。危険じゃないの？普通は業者に頼むが、その費用もないからな。大型店からもらったお下がりの信頼をアルバイトたちに設置させるんだ。だから台が左右に傾いてるなんてこともザラにある。いやそれちゃんと打てるの？安心しろ、打つ客はいないから問題ない。なるほど。あとは減価償却が終わってるのも強みの一つだ。なんだそれ？これは資産は時間が経つにつれて価値が減っていくという考え方だな。え、それって店の価値はどんどん落ちていくってことじゃないの？それのどこがいいのさ。経理には減価償却費ってものがある。これは固定資産の金額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分するものなんだ。例えばパチンコ店の店舗の場合は、建築費をその年の費用とせず、毎年決まった金額だけ費用として処理するんだ。そうすることで大きな費用によって赤字が出ることを防ぎ、その年の正確な利益が分かるようになるんだよ。つまり建築費そのものを払い終わってるから、それ以上費用はかからないってことだな。そういうこと。それに比べて新しい店舗を開くとなると初期投資が高くつく。特に設備費は膨大なものになるだろうな。それだけ売り上げを上げて設備にかかるお金も賄わないといけないわけか。古い店舗より経営ノルマが大変そうだな。でもどんなにガラガラのパチ屋でも潰れる時は潰れる。どういうこと？土地を借りている場合はその賃料がかさむからな。それなのに赤字を垂れ流していたらマイナスどころの騒ぎじゃないだろう。なるほど。でもこの店みたいに自社の土地に立っている店は潰れる心配はない。土地にかかる金も払う必要がないからな。なるほど、費用がかからないって最強だな。店はボロいけど、なんつうかパチ屋にもいろんなドラマがあるんだな。まさかガラガラのパチ屋が潰れないわけがこんなに深いとは。だろう、俺も体壊してなきゃこの業界には残りたいって思ってたよ。でも24時間勤務は無理。だったらそんなパチ屋に金が落ちるよ。またうちに行こうぜ。だな、俺もあのパチ屋には生き残ってほしい。俺と藤川はまた休日にあの店に行くことを決意していた。環境は最悪だけど、それにも深いわけがある。それを知ったら愛着が湧いてきた。不思議なもんだよな。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。